ブレイザー。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリーム、ナイキとのコラボのブレザーミット見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。はい、では見ていきますね。いやー、金ピカシール入ってたら嬉しいな。シールなんやろな、入ってっかな。ちょっと待って、ドキドキする。まあ1枚持ってるかもええか思うけど、もう1枚ぐらい欲しいよな。ちょっとドキドキするな。ドキドキする。ドン、なんか他のシールにも入っても嬉しいな。ドンドン。まあ普通の、レギュラーのシールが1枚と2枚入ってる。2枚入ってました。もう入ってないかな。ちょっと、ドキドキすんねんけど。もう入ってないんか。2枚だけかな。ちょっと待ってや。これちょっと待ってや。よいしょ。入ってないっすね。入ってないっす。まあ、これは言えば。うん。これめっちゃ楽しみ。見ていきたいと思います。では、箱の方はこんな感じですね。ドン。ドン。なんか嬉しいな。ドン。ね、ドン。ドン。コニシって感じやな。では、開けますね。あ、こう開けた方がいいかな。こう開けた方がいい。行きます。ドン。来た。来たで、これ。紙には何も書いてませんね。書いてないですね。はい。来た。うわ、来た。来た、これ。来た。すごい。はい、来ました。はい、来た。来た、来た。嬉しいぞ、これ。ね、見ていきます。これの、紙やねんけど、よう見たらな、シュプリームナイキ SB って書いてあったわ、これ。うん、ただそれだけやけどな。うん。タグの方がこんな感じに、なっております。はい。なってまして、はい、片方ずつ、はい、こちらに、ワールドフェイマスって書いてますね。これ取った方がええやんな。俺こいつも悩むね。これつけっぱは。どうしたらいいんかなっていつも思う。まあ、取るんやんな。うん、こんな感じ。ほい。ほい。ほい。こんな感じに。こんな感じになっております。かっこいいな、これ。質感ええな、これ。質感がいい、めっちゃ質感がいい。でちょっとこれ、こんなもん、なんかナイキって分かりづらいな、これ。ナイキってなんか俺目悪いんかな。なんかナイキってこうくり抜かれてるのちょっと分かりづらいな、これ。うん、これええな。ここにも書いてますね。なんかこれ、シュプリームって書いてあるのかな、これ。うん、これちっちゃく。うん、これ。これええな。うん、こんな感じ。で、もう片方も、これ一緒かな、両方とも。こんな感じ。なんか俺、いまいちな、これ、ナイキってくり抜きが分かりづらいわ、俺。目悪いかもかな、これ。うん、こんな感じになっております。ほい。ほい。ほい。おい、ここかっこいいな。かっこいいな、これ。で、裏がこんな感じになっていて、そして、替え紐って何が、替え紐あったんかな。ほい。はい。白がありますね。白の替え紐がありますね。かっこいいな。質感がすごくいい。これは、これは、なんかもっとくたーっとして履きたいわ、これ。ガシガシでくたーっとさせたいなって思いました。
シューレース撮ってみました。シューレースの方は、こんな感じになっております。黒ですね。うん。ね、先っちょが、こんな、金ですね。金ですね。こんな感じになっています。そして、撮ったらこんな感じですね。すごい、なかな。この皮、すごい質感良くない？これ。びっくり。めっちゃ皮の質がいいと思った、これ。ほら、すごい。んで、こっち中こんなんで、もう片方に、シュップって書いて、リーム的な感じやろな。リーム的な感じ。ほんまなんか質感良くて、こんな感じ。なんかすごい。すごい、ちょっとびっくり。ここら辺びっくり。ちょっと分厚い。これ履いたらどうなるんだろうな、これ。すごいいいなと思いました。はい、白のシューレース通してみました。こちらの方も、金ですね。金ですね。白のシューレースも先っちょが金ですって感じですね。はい、こんな感じ。どうかな、どっちがいいかな、俺な、替えのな、シューレースだったら、どっちがいいんかなっていつも思うのよ。これは、俺黒でもええかな。黒の方が渋いかな、どうやろう。白はこんな感じなんだけど、どうやろうな。白は白で、違った印象に変わるなと思った。だからまあ、黒でいいんかな、これ裏も黒やんか、全部黒っていうのもありやなと思った。ちょっと悩むなぁ。これ塩でもええなぁ。どうやろうこれ。はい、みちです。はい、みちです。身長164センチの47キロです。どうかな、これ。これどうかな、これ。いやな、これな、履くの大変やった、これ。履くの大変やった、なんか。履き口がな、履き口問題が結構大変やったけど、入ったら全然もう、履くのが大変やな、これ。これは、もうぶっちゃけな、これ。でかっこいいな。なんか、これもっとこう、いっぱい肩つけて、こう、クッてやったらいい。この、な、皮やんか、こう、クッてやりたい。なんか、こう、もっとこう、こう、キュッて引っ張りたいわ。キュッて引っ張って。もっとなんか、こう、こう、いっぱい履かなあかんのやな。いっぱい履いて、俺色ぐらい、俺色に染まれなあかんねんな、これ。これはちょっとガシガシ履いていくわ、これ。こう、肩つけたいもん、いっぱいこう。でも、履きやすさだけいけたら、ガンガン履けるわと思ったわ、これ。まあ、履きやすさ問題だけやな。履き口がなんか狭く感じた、これ。それ以外も完璧。渋いしな、これ。渋い。渋いわ。なんか合わせやすいんだな、これ。まあ、俺あんま黒のスニーカーってあんま、そんな持ってないから、どうなのかな。でもまあ、汚れ問題とか、もう何も気にせんねえから、これはな、なかなか、通勤でも何でもガンガン履いてるかなと思ってわ。これもっと柔らかくさせたいんだった。それぐらい、いろいろ将来のこと考えてる、みちしゃ。な感じで、ブレザーミット、見ていきました。渋いな。渋いな、ここもかっこええ。これ。まあまあ、ここだけな、ちょっとな、俺多分目の錯覚がナイキってちょっと見にくいなと思って。デニムと比べてちょっと分かりづらいなと思った。で、かっこいい。かっけえ。なんか高級感がめっちゃある。高級感がある。
うん、これやっぱこのレザー系やっぱ好きなんやな、俺これ。かっこいい。でもまあ、一つ難点のドアミやったら、履くとき大変やな。これなんか噂聞いとったけどな。履くの結構大変っすよ、って言って。うわ、やっぱ履くの大変やと思ったの。だから、なるべくここら辺を、ちょっと緩めにしとこうかな思った。もう、俺さっと履きたいのよ。まあ、普段とかな、履くとき。だからちょっともうちょい緩くしようかな、みたいな。ここら辺はな。そうじゃ最初履くときな、結構大変やった。まあ、シューレスもうちょっと緩めなあかんのかな、思った。なんで、履いた感じは別にそれでいいのよ。全然 OK やったんやけど、履くまでのここがな、そういう噂は聞いとったんやけど、履くの結構大変ですよ、とか聞いとったんやけど、まあ、それ分かった。あー、ほんまやな、と思って。履くとき結構、ちょっとな、難儀したいの。なかなか、ゴーンいかへんな、スーンっていかへんな、もん。だけど、ここの問題やな、ここ。ここがなんか、履くのが大変やった。まあ、それがもう、まあ、履いた時のあれかな。履いてしまったら全然やん。全然、オッケーって感じ。オッケーって感じっていう。で、あとやっぱな、質感がすごくいいなぁと思った。すごいいいなぁと思う。なんか、高級感、めっちゃあるやんと思って。で、もう履いて、履きまくって、もうちょいこう柔らかく、めっちゃしたいと思った。めっちゃしたいと思った。ほんで履いて、だいぶちょっとくたびれた感じにしたいと思った。すごくいいなと思った。で、また、ブラックやから、結構汚れ問題気にすんねん。白の T シャツでもすぐ俺汚すタイプやねんけど、これ別に汚れても別にバレへんやん。俺結構ワンパックやから、なあ、たくましく育ってほしいねんけど、すぐ汚すねんよな。そんな俺には持ってこいと思った。テンション上がった。まあ、デニムもちょっといいなと思ってるけどな。未だにいいなと思ってるけど、俺やっぱブラックかなと思ってるけど、デニムもいいなと思ってるメッチでした。これどう？かっこよくない？これ。かっけえ、渋ーと思った。高級感あってな。最高やなと思った。ちょっと、これも早急にいっぱい履いて、柔らかくしていこうと思った、めっちゃございました。めっちゃでした。はい。チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。やっぱ、ブラックでよな。めっちゃでした！最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。